ワクチン打って大丈夫じゃなくてですね半年ぐらい経つとノーガードになってると思ってください日本人の多くがノーガード状態になった時に第6波が来てると玉<城>はい皆さんこんにちは玉木雄一郎ですいつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございますえ今年2022年もですねえ難しい政策政治のテーマを分かりやすくお伝えしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしたいと思いますえ早速ですね 今年第1弾何をしようかなと迷ったんですがやはりコロナですね特にオミクロン株非常に感染力の強い株が変異株が広がって今世界ではですねフランスイギリスアメリカも,ものすごいですね急拡大していますただあの私はですね今日お話ししたいのはですねこれまでと同じことをする必要がないと。 えー、つまり過度に恐れる必要がないということを今日はちょっと申し上げたいなと思ってます。ある意味ですねもう第6波に沖縄は入ったとも思いますしこれからですね時間が経てばですねこの感染力の強さからするともう基本的にもう第6波の入り口には入っているんだなと思っていただいた方がいいと思います。ただし安易な行動制限は私は私 避けた方がいいと思ってます。えそこで私がですね提案したいものは何かというとまずですね目標を何にするのかということをまず申し上げたいんですがそれはこれです入院の防止感染がある程度ですねワクチン打っても広がるっていうのはですね、まあ、ある意味仕方がないとしかもえここにですねまあもうあのイギリスのえー、保険安全保障庁というですね U.K. ヘルスセキュリティエージェンシーっていうのは去年の年末12月31日に出したこうレポートがあるんですけどこれ非常に下的で私これ日本の政府も参考にしたらいいと思うんですがこれによるとですねなんと2回接種まあ皆さんの多くも2回接種した方多いと思うんですが2回打って大丈夫だと思ったらなんとですねえ2回目打ってから20週から24週ですからまあ月でいうと5ヶ月から6ヶ月経つとですね もう効果が十パーセント未満に低下するというのが出てるんですあのワクチン打って大丈夫じゃなくてですね基本的にはもうね半年ぐらい経つとノーガードになっていると思ってくださいでノーガードの状況の中に今この第六波が始まっているというのが日本の現状だと思ってくださいただあの心配しなくていいというか一年前2年前と違うのはですねワクチンがあってしかも 2回でダメになるんです。ダメっていうか効果は非常に低減するんですが、3回目のブースター接種を打つことによってですね、これがぐっと戻ります。で、ちなみに、最初、ファイザーを打った方がですね、1回目、2回目、3回目ファイザーを打ったらですね、この発症予防効果が10%未来に低下するのが約70%まで戻ります。いい効果ですよね。で、加えてこれ驚いたのは、ファイザー、ファイザーを打って3回目持てるんだったら80、80%までですね、この 発症予防効果がですね戻るとで日本の場合は8ヶ月2回目打ってから8ヶ月経って打つってことで今やってるんですがこれだとですねもうノーガードの期間が5か早ければ5ヶ月あるいはもう少なくとも半年経てば2回打ったってもうほとんどですね発症予防効果がかなりなくなってしまうっていう状況になっているのでこれ3回目やらないとですねこの3回目で日本人の多くがノーガード状態になった時に第6波が来てると。 でこれがね、なんかワクチンがないとか、なんか平等にやんなきゃいけないとか、わけのわからんことを言わないで、もうこれ、急いでやると、しかもリスクの高い高齢者、ね、基礎疾患のある方には、もうどんどん打ったらいいんです。だから私は提案するのはですね、あの大手町などにあった大規模接種会場、自衛隊の皆さんにご協力いただいてね、ばーっと大きくやって一気に打てると、あれ、もう一回やりませんか。これも,、ね、もうさっさと打,ち打ったらいいんですよ。 であのもちろん2位ですからね、あの私、今、まあ、強制してませんから、そこは、まあ、ワクチン反対の人もいらっしゃるので、そこはもうよく分かりますが、ただ、打ちたい人には打てる状態を早く作るってことがです、ね、で必要で、もう一つ、ですね,すですでですね私、いいニュースだと思うのは、この同じですね、英国保健安全保障庁のデータ見てよかったのは、ですねあの発症予防効果は半年経ったら、ですねぐぐっと落ちるんですが、 この重症化予防ですねいわゆるまあののその入院予防ですねこのアゲンストホスピタリゼーションって書いてますけどこの入院予防効果はですね2回打って25週以上経ってもですね52%までしか落ちないんですつまり発症予防効果はグッと落ちるんですけどその入院を防止する効果はですね6ヶ月経ってもですね半分ぐらい残ってるんで これはね、実はワクチンの非常に良い,い効果です。加えてさっき言ったように、3回目打ちますと、これが約88%、の9割まで回復すると。つまりどういうことかというと、その感染したとしても、病床がひっ迫しないんですよ、これ。まずはとにかく大規模接種会場でも作ってですね、3回目のブースター接種を急ぐってことです。で、軽症者に対しては、経口治療薬があればですね、入院、今の カクテル療法っていうのはやっぱり入院が基本ですから。病院に入院しないと抗体カクテル療法できないので、経口治療薬だと最寄りのかかりつけ医で飲んで重症化を防げるので、そうなると経済活動を止めなくていいんですよ。ね、これはね、私画期的。で、加えてただ一方で、やっぱりその無症状で広げてしまう可能性があるので、この無料の検査はね、どこでも誰でも受けられるようにすると。 そのことによって職場の人に移したくない家族に移したくないっていう人がですね確認もできますからこの無料の検査も一部、まあ、自治体でやり始めてますけど拡充するとそしてまあ非常に基本なんですけれどもやっぱりマスク手洗いそしてこれから冬の寒い時期になるのであのいわゆるベンとベンティレーションという換気ですね。 これをやることによって、まあ、エアロゾル感染とかがやっぱ感染経路としては多いと言われてますので、まあ、この辺非常に基本ですが改めてて基礎的な感染症対策にもも万全を期してもらいたいたと日本の、まあ、記者内閣においてもですねこの最新のデータに基づいたあのイギリスの保健安全保障庁のこのデータ分析はですねしっかりあの見てそしていたずらに行動制限をやるんではなくてその。 入院しなきゃいけない人を減らすんだという政策目的を明確にしてですね、これからの戦略を練って対策をぜひ講じてもらいたい。またこれから始まる通常国会でも国民民主党としては、こういう具体的なですね、新しい戦略をぜひ提案していきたいと思っていますので、ぜひ皆様にもサポート後押しお願いできればと思います。それでは今年も玉城チャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。